気持ちわかります。もう本当みんな稽古できてない、もうこのコロナウイルス、もうこればっかりはもうどうしようもないと。百秋武道具店の動画、剣道する子は手を洗う、マスクする。剣道する子は手を洗う、マスクする。ちょっと切り返し線にこっち来て。違うやろ、わかるやろ、それマスク、そのマスク大事なとこ全部出てるやん。今ふざけたらいかんとこやろ、みんな見てるやんから、もうちゃんとして。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか？いや、やってない、できてない稽古だから今日の動画なんです。気持ちわかります。もうほんとみんな稽古できてない、もうこのコロナウイルス、もうこればっかりはもうどうしようもないと。でもね、この今稽古できない間、何もしないで家でぼーっとしてるのと、その再会のためにね、お家でなんかしてるのと、それはね、もういざこれ終わったやるぞっていう時にこんな差がついちゃってると思うの。今日はね、皆さんにお願いがあって、皆さんにね、教えてほしいの。今この稽古できない間、なんかやってることある？もしね、僕はこんなの今やってるっていうのがあれば、コメント欄にどうぞ書き込んで教えてほしいんです。それを見て他の人もね、あ、今ならこんなのできそうだなって思うかもしれない。何でもいいです。この稽古ができない間、こんなのやってるよ、例えば素振りをやってるよ、こんな素振りやってるよ、もしくは腕立て伏せやってるよとかね、あったらぜひコメント欄に書いて教えてください。今日僕ね、電話でね、お客さんと話聞いてたのがね、その方はお家で日本剣道型やってるって。それで昨日聞いたのはね、剣道は、まあ、できないんだけど、長らくお休みしてた居合をね、お家でちょっとずつやってますっていう人もいました。こんなのやってるよっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いて教えてください。みんな悩んでるはずだから、すっごい励みになると思います。それで宇賀店長、何やってんの？僕はこの稽古できない間、もちろん剣道やってないんだけど、素振りをね、1日1000本やってます。別に1000本やってくださいって意味じゃないのよ、じゃなくて本当違うからね、本当違うから。僕はいい機会だって捉えて、もちろん3年後に七段審査があるから、それに対してやっぱりちょっと自分の剣道を見直すために素振りを始めました。それで素振りを選んだ理由っていうのは、やっぱりね、今この時期人と会わずにお家の中でできるじゃない、これですよ。で、あともう一つの理由は、実はまあ剣道再開してからね、素振りってね、ずっと逃げてきたんですよ、やってなかったの。だからもう、でもどっか引っかかってて、このタイミングにはやっぱりね、こう正面から向き合ってやりたいなって思った、それがもう一つの理由です。それでまあ具体的なやり方としてはね、まあお家で振ってるんだけど、振ったら必ず記録をつけるってことなんですよ。この間まあ開発したその剣道素振りアプリっていうのがあるんだけどね、それにこう何本やりましたとかって入れていってるわけ。そしたら、まあ、なんていうかな、続くんだよね。続くのよ。この記録を途絶えさせたくないっていうか、なんかやっぱ続いてて、まあ、初めてなんだけど、それとね、もう一つやっぱりコツがあって、この剣道素振りアプリに目標本数っていうのを入れれるようになったんです。だから、今、まあ、100万本、もうごめんなさいね、もう大きく言っちゃって、100万本って目標を入れてて、これまで4万本振ったから、今 4% 達成率、達成率も出るようになってるの。だからこれでちょっと楽しみになったかなっていうのはありますね。で、僕のやってるこの素振りなんだけど、まあ、このメインのチャンネルとは別でサブチャンネルを一つ作ってね、剣道素振り100万本への道っていうので、まあ、毎日こう記録してます。誰でも見れます。誰でも見れるんだけど、そんな、見るようなもんでもないんで、まあ、興味がある人はまあ見てくださいっていう程度です。やってる、あ、本当にやってんだな、店長っていう感じです。それでまあ、このコロナ騒動で稽古ができなくなってから、まあ、始めたんで、40日間だよね、4万本。で、まあ、なんとなくね、まあ、節目ごとにこんな風になってきたっていうのがあって、大体ね、1万本目ぐらい来た時に、自分でね、自分の素振り見た時に、いや、なんて下手なんだって思うんですよ。自分の素振りの下手さに気づく。これが1万本目。で、2万本目が、だいたい怪我をします。怪我をします。もう手首が痛いとか、もう僕はもう手のひらが痛かった。もう、ね、痛いになって肩が痛いとか、だいたいそれが2万本目。で、3万本目なった時に、なんかね、この竹刀の持ち方っていうのが、カシッとこう決まってきました。もう何持ってもこういう持ち方できるようになってきました。こう緩んでたりしたのが、まあ、なんとなくこう構えた瞬間持てるようになった。これが3万本目で、まあ、今4万本目なんだけど、ここまで来たらもうなんかね、
100万本っていうゴール作ったんで、とにかくね、なんかちょっと力抜いて楽にやりたいなと思って、今もう楽に振ってます。これが今4万本目。もうこれまでこんな感じでやってたんだけど、今もう楽にやってます。ここまで来てやっと4万本目か。だからこの先めちゃくちゃ長いから、どう変わっていくかっていうところだよね。いやほんとね、いろんな気づきがありますよ。いやそんなこと言ってもね、お家だとなんか天井低いし素振りなんかできないじゃないとか思う人いると思うんだけど、実は僕今ね座って素振りやってるんですよ。それは3月の頭にね、ちょっと怪我しちゃって、ふくらはぎ怪我して肉離れでずっとね松葉杖だったんですよ。なんでもうお家で座って素振りやってます。もうこれで十分です。最初はもう無理しない、無理しない、いいじゃないこれで。それで宇賀店長、市内で素振りしてるの、木刀で素振りしてるのって聞かれるかもしれないんだけど、僕は今こういう木刀があるんですよ。霧の木刀ってあって、すっごい軽いの。これで今木刀で素振りしてます。なぜなら怪我をしたくないからなんですよ。怪我したらね、もう治れないんですよ、なかなか何ヶ月も。だからもうできるだけ最初ねやってたの、普通の木刀とか市内とかで。そしたらもう毎日1000本とか振ってると、痛くなるんだ。だいたいね2万本、2万5000本とかなってくると、もう手首は痛いし手のひらは痛いし、もう豆はすごいし、とにかく痛くてね、まともに握れないんですよ。でだいたい多分ね2万5000本ぐらいの時に、もうこれ無理だと思って、新聞紙を丸めてね、もう普通の新聞よ、普通の新聞こう丸めて、こう一番軽いやつ、これで素振りを始めたんです。そしたらなんか調子よくって、その市内新聞紙の市内でね、こう素振りを楽に楽にやってたんですよ。そしたら大体ね、やった人分かるんだけど、3000本ぐらい振ると市内の新聞紙の市内がねくにゃくにゃになっちゃうんですよ。先がピコッとってこう曲がるんだけど、だからそこでこうテーピング巻いたりとか、中に芯を入れたりとかね、竹の市内の余ったやつか、こういうの入れたりしてね、うまく振れるようにしました。それで結局この霧の木刀っていうのはね、重さが190g ぐらいしかないんですよ。こうツバつけてね、 190g ぐらい。それで普通の木刀っていうのは 480g ぐらいあるんですよ。 500g 弱ぐらいあるの。だから圧倒的に軽いんですよ。圧倒的に軽い。だからもう怪我は多分しないと思うんだけど、それでもやっぱ難しいよ。軽いからこうなっちゃうから、こうなっちゃうから。でもこれでまっすぐ振ると、そうするとなんかね、指先の力の入れ具合までやっぱ木刀が軽いと分かる、分かるというか、まあ結構調子がいいです。店長そんな軽い木刀使うなんてズルじゃんって言うかもしんないけど、僕別にね何でもいいと思うんですよ。手刀でもいいと思ってるし、新聞紙丸めたやつでもね全然いいと思うんです。全然いいと思うの。特にこの霧の木刀なんていうのは、小学生、体まだできてないね、筋肉ができてない小学生とか、もうほんと無理なく触れると思うんで、ぜひよかったらお近くの武道店で買ってください。それで最後にね、もう一つチャレンジしてることを、チャレンジスタートし始めたことがあって、それはもう皆さん全く関係ないんだけど、僕自身の話なんだけど、体作り、ダイエットなんです。これさっきねちょっと1ヶ月松葉杖だったって言ったんだけど、その怪我したのは実はね稽古じゃないんですよ。全然剣道じゃないの。どこ？トランポリンなんですよ。息子とトランポリン調子乗ってやってて、足をバキってやっちゃったんですよね。本当にね、アキレス腱やった人の話聞くと、後ろからバットで殴られたとか言うじゃない。そう、全くその通りだって、ボコってやった時に思いっきりバットで後ろからバーンって足に殴られたような感じがあって、もうこれやったと思って、もうそのまま直行、病院にね直行したんだけど、これも全てやっぱり体重が増えすぎたっていうことがあります。それを、なんとか取り戻したいと。で、まあ、今まあ2週間ぐらいなんだけど、4キロぐらいかな、まあ、落ちてます。これはまたブログで公開しようかなと思ってます。まだまだチャレンジは続きますと。それでまあダイエットに関してなんだけど、このまあ現状からね体重を落としていく、絞っていくっていうことに関しては、昔ライザップでねもう徹底的に教えてもらったんだけど、ライザップって食事制限と筋トレと両方やって、こうかっこいい体作っていこうっていうんだけど、特に最初は体重をある程度落とさないとまともな筋トレもできないんですよ。それでそのもうこっち食事制限が9割なんですよね。9割で、ここを徹底的に最初はやっていくんだけど、僕とにかくこのね食事制限っていうのが苦手で、もう意志が弱いのがね全然ダメなんですよ。なんで今は、まあ、最初特に大事な2週間っていうのはサポートの人にお願いして食事見てもらってます。毎回食事の、写真をメールで送信して、あ、これからこうですよ、宇賀さんこうだよ、こうだよっていうのを教えてもらってます。これ大体ね言っちゃうと2週間で4000円僕は払ってるんだけど、そういうサービスがあるんですよ。いっぱいそういうのあると思うんで、そういうのを使って最初の2週間1ヶ月ぐらいはやっていこうかなと思ってます。今
ません、最後本当に店長のダイエットなんてもうどっちでもいい話ですよね。ごめんなさいね。でもね、その体作りも剣道もね、やっぱ楽しんだもん勝ちなんで、まあ、楽しくやればいいんじゃないですか。まあこんなね、コロナウイルスで稽古ができない大変な時です。皆さん本当剣道できなくて困ってます。だからこそあんなことやってるよとかこんなことやってるよっていうのがあればコメント欄にぜひ書き込んで教えてください。ぜひ皆さんの力を貸してください。たとえ今稽古ができなくてもそれでもみんなで頑張って剣道界を盛り上げていきましょう。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。